こんにちは、秋里由香です。世の中にはいろんな本がありますが、読んでも意味のない本って何でしょうか？原田さん、教えてください。皆さんこんにちは。今日はちょっと軽い話をします。皆さん、本を読むってのは非常に大事なことです。本が大好きな方もいらっしゃると思います。でも私が言いたいことは、ビジネスのハウツー本なんて絶対見ても意味がない。もうこういうものが本屋さん行って、もう最近書店もだんだんなくなってきましたけど、ネット見てもですね、もうビジネスのハウツー本があるじゃないですか。私も、もういろんな出版社から頼まれて、仕方なくビジネスに関係する本を10冊出したことあります。何を書いたかも覚えてません。別に役に立たん話を本にしたと思ってませんが、大体ですね、大したことないやつが本を書いてるんですよ。もうそういうのがたくさんあります。大したことないのに偉そうに経済の予言して、100年後がどうした、50年後がどうした、50年後あなたは死んでんだから誰も評価しねえから無責任なこと言うなよみたいな本がもういっぱいあるんですよ。会社で使い物にならないやつが本格、こういうものがいっぱいあります。会社に使い物にならないやつがコンサルティングやるってやつがいっぱいいます。で、あっちこっち、例えば YouTube 見てください。あっちこっちつまみ食いして自分の考えのごとく切り張りして偉そうに喋ってるやつ、これいっぱいいます。ビジネスマン、経営者ぶりっこしてますが、経営者を振る舞うタレントさんのようなやつが経営者のような振る舞いをする。いろんな会社の評価をしたり、若い人の企業の評価をしたり、アドバイスをしたり、実務経験もない、成功体験もないやつが偉そうにする。こういうのは蔓延してますから、皆さん、ビジネス本は全部ダメとは言いませんよ。ほとんどは役に立たんと思ってください。そんな本を読む暇があったら、私はビジネスに関する本を読むんじゃない。やっぱり歴史、文化、いろんな違った世界を体験する本を読む。そして自分の考えを刺激する。そしてビジネスのアイデアもその刺激で自分で考える。これは私は正しい本の読み方だと思います。明日から役に立つビジネスのなんとか、明日から役に立つ英語がなんとか、もうこんなものは全部嘘だと思ってください。そんなビジネスも英語も簡単なものじゃないんです。本当の力は自分で考える力。自分で考える力は、知ってることよりも知らないことがたくさんある、無限にあるという自覚で、知らない世界のを知るために本を読む、これが一番大事な視点だと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。ためになったと思いましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。